行限定インパクトビーム。うわお。脇腹をやめろお前。脇やめろ。というわけで今回は超会議2020で本来公開されるはずだった限定動画を、うん、なんとおなんとここで公開されます。何やってここやここ、はい、からんどこ今からここ見えてないけど超会議で使う予定の画像が今実はこの下にね隠されてる。本当に、あ、え、はいはいおいこらずらせよ。金乗るやん。まあでも出していきましょう。出していく。はい、じゃあめくってってください。めくっていこう、めくっていこう。はい、おーすごい。ほら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 なんで？なんで？え？あ？さあ以上の6枚ですね。はい、限定カード。こちらまず左からご紹介しましょう。うん、純喫茶エーミールというわけで、はい、こちらねオンになった時。いや俺これ納得いかへんね。純喫茶というウツ先生やろ。やろ？うん。ウツ先生やろ。なんでエーミールやねん。はい、カード。誰が作ったんか。はい、後で後で後で。純喫茶エーミールがオンの場合、うん、誰かの名前を呼ぶときは様をつける。様ね。うん。様。いやいや。様つけんかったらどうなるんですか。つけ忘れたら手札を1枚そのまま相手に渡す。はい。ああ、はいはいはい、ええや。ある意味では強力なカードだよねこれ。そうだ、自分も守りたかったら手札渡せばいいだけやから。本名逆に言うと押し付けられるカード。せやねんな。ランカード押し付けられるカード。ちなみにこちらが次ファーストフードコネシマバーガー。はい。はい。こちらのカードもオンになると効果があると。はい、なんでしょう。はい、こちらのカードオンになるとコネシマバーガーがオンの場合。他のキャラクターがオンになった時に手番のプレイヤーはいらっしゃいませーという、射精射精言わなかった場合は脱落する。はい、これよ、めっちゃなかなかひどいカード。結構そう、機会が少ない分ね厳しくなってますね。なるほど。超カード、次ロボロカードがオンになると、ロボロキッズルームオンになると、なんとチャレンジ失敗した後脱落する代わりに勝利条件カードを捨てて引き直すことができる。シートや復帰できねえな。そうだからもうこのカードがあるともう最強か。そう、決着するまで丸強い。で次のカード居酒屋打つというわけで、これ入手難易度低いやろ。弱そう、弱そう。居酒屋か、居酒屋、居酒屋打つがオンの場合は手札を引く前にとりあえずビルでほうと言わなくてはならない。忘れてた場合は今引いたカードを全て捨てる。とりあえずビールで、あ、ドロー、ドロー、ビールドローカードを引く。チーノ飲もうぜ。チーノ飲もうか。飲みやで。とりあえずビール。あ、そうか、飲みや。とりあえずビール。とりあえずビール。チーノと飲みに行くときこれ持ってこう。わからわからで、オンにしといて。オンにしといて。次が、なんやろ、ファミリーレストラン。ファイナルファンタジー。おい、やめろよ。ファミリーレストランゾム。というわけで、こちらのカードがオンになると、ファミリーレストランゾムがオンの場合は、好感度カードを何枚でもプレイすることができると。ただし、同じプレイキャラクター、あ、同じキャラクターには1人1枚だ。はい、はいはいはい、逆に言うと5枚もできるんだよ。要するに、あらかじめポン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 と置けるけど、1人1枚。そうそうそう、1つのキャラに1枚。全体攻撃めっちゃいい。だから、ここに2枚とかはできない。うん、なかなか乱戦になりますね、多分。で、最後は、共食いというカードですね。いや、待って、牛かもしれへん。闇のカードです。そう、焼肉トントンね。焼肉トントンとかですね。焼肉トントンがオンの場合は、トントンに好感度カードを置くたびに、別の好感度カードをひっくり返す。裏から表でも表から裏でも。あ、焼肉やん。焼肉やん。ひっくり返す。焼肉やん。あ、そういうことやばい。すごい。すごいね、これ。賢いでしょ。自分心、うまっ。やりますね。やっぱ天王寺の持ちですね。見えてへんよ、見えてへんよ。というわけで、見えてへんよ。こちらのカードが、今回配る予定だった限定カードになります。これ絵柄つながってるやん。そう、すでにお気づきの方もいる通りね。これがしっかり全部。でもさ、焼肉トントンの隣にファミレスタどうかしない。どういう、はい、また後でね、後で、後でいいよ。チャイルドルームがあるやん。キッズルームやな。キッズルーム。今回のか、今回はですね、これを使いながら、やっていきたいと思います。やーい。俺のターン、ドロー。お前のカードを投資してやる。なるほど、なるほど。まずは、交換のカードを。あいつ知らんぞ、あいつ知らんぞ。いや、サイコロ振るんや。そうや、サイコロ振るんや。お前、動画見てへんの。サイコロやな。ここで俺が動画のちょっとしたテクニックを言っておくと、プレイヤーカードを使う場合は、イベントカードでまずはオンにするカードを使う方が、編集的には優しいで。俺のターン、俺は衣服剥奪を発動。何やって、いつもやってるやん、あいつ。
このカードはなんかサイコロを振るんじゃ。ちゃん待ちな、セリフを読みな。そうだぜ。いいから早く脱ぐんだよ。はい。おいおいおい、いつも言ってるんだろお前。いや俺もっとターンだと思う。てか本人言ってますよ。全然違う。いやこれあの使うプレイヤーが言わないと僕しかりつくんだ。僕今日ジャッジなんで厳しいですよ。おいおい、俺ちゃうか。綺麗な。俺ちゃう。でもさ、こんないいから服を脱ぐんだよって自分で脱げや。え、普段なんて言っちゃうみよ。いやそうやね。俺たち自分で脱げって。お前早く言うよ。先生、普段言うやつでもいいや。普段言うやつ。俺たちもう早く脱いで。あ、そうやって言うんや。なるほど、いい。やるの、やらんの、早く脱げ。よし、じゃあまずサイコロを振っちまえ。さあ、2位かで成功。失敗すると裏返んねん、ロコロが。あー、いい。お前これも分かってるやろ、失敗しなあかん。ちょっと待って、サイコロ2回振らしたのじゃん。成功したらちなみにどうなのこれ。効果のカードうんぬんかんのやから、これ今まだ効果ないねんか。はいはい。もうオンにするだけのね。なるほど。おーい、成功していく。はい、カードがキャラクター1人についてついている交換カードを全て他のキャラクターに。あーはーい、それなんじゃないです。ふざけんなよ、ほらこれシューマのターンだ。俺のターン、ドロー。ん俺は赤外転を発動していく。なに、なんだと。この赤、こうね。あー、一回ね。この赤、エミさんの頭でマムシーから赤外してくれんか。はい、これね、これね、最後に失敗するとゾムが。おいでも、お前2分の1なかなか難しいで。いや、俺は大切に近づいて。おいおい、実況力。お前ら2人何してんねん。オンにせえ。乾杯しよう、乾杯。おいおい、さりげなく別ポジいっちゃってるぞ。おいおい、めっちゃ。はい、じゃあ成功すると何なんですか、それは。このカードは自分の手番以外のトレイできる。あなたの対象者、こういうカードを無効にできる。やった。いや、でも、もう意味ないやん。意味ないやん。それトラップカードやから。うん。じゃあ、早くしてか。先輩方が使えんからね。おこれを赤外提案するぞ。なにさあ、見せたね、格の違いを。無意識かも。失敗しろ。ドローカード力の見したれ。俺はこれを召喚するぜ。おお、ほらエミさんをオンにするやろ。なあ、ちょっとタバコ吸いに行こう。おお、行くか行くか。おいおい、失敗。待て待て、最後まず振らしてくれ。失敗いけるか。失敗、はい、いけんのかお前。何これ。4以上出せばオンになる。オンになる。最後の、うえー、おお、いいぞ。いや、ゾムさすが持っとる。キュイーン勝ったな。あ、やばい。さあ、最後効果を読んでくれ。誰かの名前を呼ぶときは様をつける。はい、つけられた手札を1枚そのままつけ忘れたらか、手札を1枚その相手に渡す。なんでやねん。俺こっから厳しく見るから。ってことは名前が分かったらいいんでしょ。あ、そうやね。そうおいって言えばよ。いや、おい様。あ、おい様、おい様。え、そこの。おい、しかもこれはもうオンになってるってことは早く渡せ。え、いや、確認ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、ちょっと見してくれ、もう一回。おい様もある。おい様は何やろ、これ。名前呼ぶときや。名前呼んでないもん。名前じゃないもんな、おいは名刺じゃないから。そうだね。うん、いや、こいつはおいよ。これはプレイヤー対象だ。プレイヤー対象じゃない。ラバーラバーラバー。いや、こいつと明るたいランキング1位はラバー。おい、今のうちに散々言うとけよ、お前ら。厳しく見たるからな。まあまあ、で、次誰のターンかお前ら言うてみ。シャオロン様です。おい、気分ええな。誰のターンか言うてみ。あ、よいっけ、シャオロン。あ、すいません。俺は引くぜ、ドロー。クソシャオロン様、早くしてもらっていいですか。ゴミシャオロン様。おい、ん、何効果分かる。おい、効果分かってへんぞ、あいつ。こういうのやりたい時だ。で、俺のターン終わり。うん、そう思んないな。それお前は。そろそろこれ寂しいから別に置いてくれて。ごめんな。あの、これかこれって聞いて、答えた方の効果を、あの、発動する。なるほど。誰が対象にしていい。ただうん、これ今気づいた。なるほど、なるほど。オッケーオッケー。はい、日本語のわけだ。そうです。なお、あ、今気づいた。これ、あの、お前全員ついてるわ。そう、モノの超会議2020で。あ、そうか。やったからね。そうか、ついてない。あ、いや、コーヒーの。ラテアート、ラテアート。あ、ちょっと待って、今、あんた言ってるな。誰かの名前を。誰かの名前や。プレイヤーじゃないよ。プレイヤーじゃないよ。プレイヤーってでも書いてない。誰か、誰かの名前や。さっきのロボロさんの名前ですよ。お前、なんか僕にしてた、さっきの。その時、おい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 。確かに、お前は全員じゃカードよこせ。
じゃあ、はっきりしとこう。ここに参加してるプレイヤーだ。オッケー、そうしようか。名前を、今回ややこしいから、そうしようか。エミールあ、じゃあいいです。じゃあいいですよ。じゃあ誰かじゃあ指名してください。トントン様、トントン様、なんでしょうか。クソシャオロン様。お、これを呼ぶ。血液型で。いや、出したいか。俺別にルール分かってるから。分かってない。ルール分かってない。返させて、返させて。ルール分かってない。いいですか。トントン様。はいはい。なんでしょうか。得意料理とか聞いといた方がいいんじゃない。だから、あかん、違う。これを呼ぶって言ったでしょ。おもろいな。じゃあ出してやばい。いやそれじゃないよ。お前靴ひもほどけてるとこけるぞ。はい。なるほどね。おいおいおい、サイコロ振るぜ。サイコロ振る。そう、サイコロ振って。でもこれ以下で成功。方が難しいで言うとけど。これを6以下は成功ですね。そう、後輩いるですね、ワンチャン。入ってた。大丈夫。おい、ビエー。4、じゃあカード2枚引けるわ。ドローカード。スードロー。うん、スードロー。待ってくれて。俺今気づいたぜ。お前シャオちゃんって言ったぜ。ああ、よっせよっせよっせ。はい、よっせ。はい、よっせ。マジマジマジすまん、マジでマジで分かんない。ジャッジしっかりしろ。すまん、しっかりやった。落ちたまよ。俺は6枚になったぜ。いいじゃねえか。そしてトントン様のターンだぜ。いけいけぜ、いけ、おぶた様。え、おぶた様、おぶた様、おぶた様、カードが3枚もかぶっている。呼びずれ。そして俺はカードを1枚使わせてもらって、効果マッサージ。ええやろ、ここがええやろ。おい、気持ちいいやろ。そして成功させてみせるぜ。カード成功するとどうなの。え、死にます。なるほど。いや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 、やばすぎるやろ。今回手札を捨てることができる効果を使っていく。あらー、ちょっともう一回振って。これは1、成功。手札抹殺。あ、4枚しっかりと抹殺やろ、引いていく。はい、じゃあ捨てた分ね。いいね。よっしゃ、マッサージや。なるほどね、トラッシュして。次、うつ様のターンだぜ。おえうつ様、えうつ様、えうつ様。おつ様早く。俺様のターン。これさ、これさ、2玉判定に入るの。2玉。名前じゃないから聞いたら。2玉。昔自分のこと、お兄様。昔自分のこと、お兄様って呼べって。嘘、マジで。言ってた、言ってた、言ってた。お前、そんな読ませ方してんの。なんかと一発寝てやる、それ。だから、それで呼んでるよ。いや、呼んどってよ。お兄様、早く。お兄様、早く。お兄様。さあ、で、これ何だろう。おにんにん玉、早く。もう別人やん、誰やねん。うつ様、早く。俺様は破壊工作を発動。なんで？このカードなんかすごい。いやいや、分かってへんやん。振るぜ。あ、でも失敗した方がいいかな、この場合は。これ、いやでもし、うまみなくない？お前、これ。ちなみに君、呼んだかセリフ。何やったっけ、これ。計画、セリフ。計画通り。あ、失敗や。ええやん。プレイヤー一人を指定して、そのプレイヤーに、あなたの勝利条件。うまくないわ。なるほどね。じゃあ誰か。誰か指定して。誰か指定して。うち様。小根島様。はい、なんでしょう、お兄様。はい、お兄様ね。じゃあシンプルに決まる。勝利条件を見せない。逆や、逆や。俺が見せない。え、何なの？そのあと。いや、お前が指定しとんねん。ごめんよ、だから。タイミングかかるよ。てか、交換カードか誰か置いてあげろよ。ターンエンドだ。トラッシュ、俺のターンドロー。小根島様。誰も交換度置かへん。小根島様、早くしてくれ。俺はカードをセット、ターン終了。何？何？何？俺のターンドロー。俺はカードをセット。何？おい、近場に置いてあげろ。上がりに来たぞ、急に。俺もカードをセットするぜ。何？シャキー。何？ちょっと待って、トント3枚多いな、わし。俺のターンドロー。ごめんね、みんな、なんか、マイナスかもしらんね、これ全部。まあ、どうしようかな。ちょっと待って、お前はトントン送られてる、お前、さまづくしなかった。いやいや、俺、違う、いや、違う、違う。じゃあ、ちょっと、行くぜ。お、破壊工作。おい、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 俺はこれ、成功してみ、そこに置かれたカード全部見るぜ。おい、おい、できんのか、お前によ。誰か指定。おー、誰か指定、勝利取るようにしてや。おー、シャオロン様よ、早く指定しな。ショッピ様、
ああ何お前見とんねんよ。おいお前おいおいおい今ちょっと見たぞ俺。いや見てない見てない見てない。お前逆に見たって証拠。ちょ待ってくれみんな。今サウロ何お前見とんねんお前って言ったぞ。あいや、まあ、やあの指示語はセーフや名前じゃないか、よし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 、あいつ手札多いな酒もらってたわ、ドロツーしたしやばっ呼び捨てされたなんかあれやな、お兄かもとか言って逃げんのもなんかちょっと気に入らなくなってきたのよ。じゃあちゃんと名前呼ぶ、名前は指示語もプラスで、あ、そうやな名前を考えちゃんと名前を呼ぶこと、名前をやっても手札普段から兄さん呼びしてるのはどうしたらいいですか。そうや、普段から俺名前呼んでないのよ。じゃあ兄様って兄様僕、そうなってくれたらお兄様はどうなんていうお兄さんダメ、あーダメ、サマね。でもタマって実質サマじゃん。いやダメ、あーそうですか、いっとけトントン様、行きますよ、行く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 、知らんよ、ゴミみたいな感じだな。俺普通にトントン様の手とかガッツリ見てもらったゾブさんをさっきから見てますよね。あっ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 ガッツリする問題、サマってサマって言った、言った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 、おいまあまあまあ、二人言うたら巻こうか。俺はカードの前に行っちゃうからね。シャオロン、これがこのクラウドの使い方だ。シャオロン様。今のはいいかね。ちょっと待って、俺バリして。シャオロン、いいシャオロン様、とりあえずこのカードの使い方をしっかり俺が見せてやる。何マニアリとか聞いた方がええんちゃう。というわけで質問させてもらうぜ、小島様よ。俺にお前は血液型得意料理どっちを聞くぜ。得意料理だ。なるほど、では質問に来た回答プレイヤーシップは山田から1枚使う。やったドロー、おいしいドラッシュ。さあやりな、うち様、俺様のじゃドロー。俺様はうんカードを1枚小根島様にセットしてターンエンド。俺のターンドロー。設定してるの。なるほどなるほど。シャオロン、はい、俺はあっえの、なぜ、あーそういうルールか、お前悪用したな。あーなるほど、あーなるほど、えってよお前、えってかしこ、これ俺は見せてもいい、俺は手相占い発動するんだよ。しれっとね、シャオロンさんがこれ見せたいそうなんで。やばいって、俺絶対使わへんから。手相占い活動している。チャキーン、これしまさま早く読むんだぜ。彼手相わかるんですよ、ちょっと手出してというかね、ダイス振っていく。そこだぜ、目の前にありますよ。そこですよ。優しく扱って、成功成功。ずっとということで、ステフダのイベントカード俺は一応回収していく。なに、おーどれだったかな、誰がそういったやつを回収するんだぜ。いやそれね、ちょっと待って、後で見せんねん。後でバリバリ悪用しよう、いろんな思い。俺は、悩むな、うん。はい。いや、俺はこれをもらっていくぜ。俺はこれをもらうぜ。おお、破壊構想かな。じゃあ、赤外ピーヤか。俺は、ドム様のカードだぜ。ターン終了していく。うん。ショッピ様のターンだぜ。ドロー。ショピ様、オラカードセット。なに？おいおい。全速全身だ。俺はイベントカード靴紐を直そう。なに？発動する。ドロソウだ、ドロソウ。ドロソウ。ダンジョンダイスロール。おいおいおい。失敗すんのこれ。すいません、ジャッジ。セリフ読んでないです。お。ああ。これどうなる？まだ間に合う。これはないよ。一回読んで失敗しようか。どういうこと、呼んでから失敗させられる。お前靴ひもほどけとるぞ。むすむす、あ、こけるぞ。はい、失敗。はい、いやでももう失敗。あ、でも一枚選んで捨てる。そうやね、それがいい。ちょっと待って、なんかジャッジあれやな、もうちょっと仕事欲しい。どれでもいい、それだけではこれ。そう、いやてか、もともとそういうもんやから。いやでもこれで何で、あ、何で捨てる。びっくりした、ゾロ様急に見出てくるから何事かと。俺行け、シャオロンさん、シャオロンさんぜ、シャオロンさん頼むぜ。また同じやばいな、あれあいつやばない、やばいな。え、確か何枚以上だったら捨てるかな。何お尻捨てた。俺今それを見てるんだ。そうだよ、確か7枚以上かなんかで捨てるよね。え、ねえ、これはなかったんちゃうかな。なかったっけ。これは第1枚セットする。何何何、あーあーお前、でもこれ渡すことはない。いや、俺は意地にもこのカード渡さない。なんでなんで。シャオロン様が終わった次は俺様のターン。行け、お豚様。行くぜ、トントン様。へぇ、何か悪用しよう、悪用するで、まずはシャオロン、はい。えぇ、もう悪ぅ。それ確かに悪いことできる。イベントカード靴紐を直すぜ。おーい、あーし、お前靴紐ほどけるぞ、こけるぞ、こけるぞ。
ふぅー、ダイスロール成功ほら、いけドロー2枚引いていくドローだぜシュッシュッあのダイス偏りすごいやんシャオロン、はい燃えって悪っ確かにね、呼んじゃったからね仕方ない、仕方ないおー、ウッド様あ、なにあシャオパン俺のターン俺のターンやっぱめっちゃうんちしたいや俺はねこのカード行くぜ赤外でやんこの赤エミさんの頭で回してから赤外してくれへんかあれこのカードかうるせえなめっちゃ出んねんなやっぱオンにしないとなるほど、ね、失敗してくれたらやーおわーさあコーカーを教えてくれぜ交換のカードを何枚でもプレイできるはい同じキャラクターには1枚はい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 いいぞだから最低最高で6枚いけるってことねそうねなるほど加速しますよ、はい、いや俺はいけショッピ様どうぞいけショッピ様よいったらいったらいい俺はカードをセットしてカードセットして何おセットするぜおい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 やるじゃねえ打つです打つ打つカード押し付けなかったね押し付けなかったやなゴミ処理すんなゴミ処理すんなコネシマだからシャオロンだからシャオロンもやったらええなもうこれはもらっとくわもらうかい行くぜ俺のターンあーそうやな俺はセットして何セットしていくもう一枚切れにそろそろここにも頼むぜちょっとなんだよおいおいゾム様の破壊工作進んでるねじゃあ俺のターン行くぜいいぞいけすごいカード行けシャオロン様シャオロン様やっちまいな4枚もあるよ4枚何だっけそれシャオだっけいいっすかあ、それ忘れた忘れたコネシマ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 めっちゃ強いやんありだこれ、これもうね、どう処理していいかジャッジ分からへんやんいや、一回につき1枚というかそうやねんな7枚くれるやんあれやな、次から一旦一周一回でしょうか。あはい。なるほどね。でも俺一回しか使ってないから。じゃあセットしてもいいですか。はい。ちょっと次からって俺これもらった後でそれ。うん。お前もさっきめっちゃやってたよここで。えでも一枚ずつやん。これはセット。おいちゃんセット。おいちゃん本体としてもしないか。セットセットセット。おい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 。使い切ったって。お前。大丈夫。ありますね。まあ影響。ハンドですハンドです。お前。俺のターンそれミスターバイク今俺名前読んだどうなる手首取ってもらいますローガードやもんどうしよっかな俺はイベントカード身だしなみを発動するぜ何あちゃちゃいやせやねセリフあってね3位以下で成功だぜ失敗しろあいってもどこ行くねちょっと勢いがあるし何本えいかもはい、もう一回アウト失敗うん、残念だったな失敗したこのカード左隣のプレイヤーの手番を飛ばすお前のターンやった、俺のターンじゃあな、ウス様俺はショッピあ一回やからね一回やからね行くぜ、俺は無駄な時間発動うんこんなところで無駄な時間使ってねえかほんま観察でそれなのにおい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 使えよ使えよ今金島様よしでも失敗していけそう失敗したらむずい超だって失敗できるはぁ何少し行く成功するとあなたでもいい状況する新しく切り直すよしおーえいいなそれよしどこだそれで普通に置いてていいでチャレンジっていつでもできるうんできるよあ自分の手番の時ねあー自分のねまあ自分の手番の自分のねこれこれ捨ててこれしますああ捨てたゾムバリ珍しいバリ珍しい初めてじゃんこれはミスって珍しい貴重だし間違えた間違えたらよえ言うたわ言うたわ合うぜ合うぜよ悪用じゃない悪用じゃない悪用じゃないガチでミスってましたでもねあいにくね、いらないカードいっぱいあんねんなんでやろな俺チャレンジするぜなにこんな汚ってたらねおいおい、まずはこっちだぜまずはこっちからうん
トントンゾム2以上、はいはいはい、おー、つまり俺とゾム様の、うんうん、なるほど、で次こっちか、うん、なるほど、次でゾム様がジャッジどうだ、勝ち、勝ちだ、プラスさ置いてんねや、あーもう、あーなるほど、いやー俺今回勝利条件きつかったわ、いやあれでしょ、全員がプラス、全員、え、でも同じく、あ、全員、あ、じゃあ、あ、俺以外ね、あ、いやだからあれでしょ、いや俺もう余裕で勝ち確やったけどさ、さすがに終わんの早すぎるやんいやでも俺このさ、内先生のこの将棋、実は俺も捨てる前そうだったんだけど、あ、そうなん、実はさ、あのゾンさんのこれがオンになった時点でほぼ勝てたよ、まあね、まあ、ブワー置いてないから、まあでもちな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 、まあそれをせえへん優しいうぃー、嫌われます、嫌われてるやれもの、あれゼロでも待って、でも待って、でも待って、内先生橋にも棒にもかからへんと、サナをつけるよ、ね、いやもうほら、ゲーム終わった、もう終わったから触れてあげるよいや、おらんし、すまんだでもあれね、パーティーゲームにある面白い要素が入ってるね、編集で、あ、よかったよ、これ、さま付け結構難しいな、普通に、つかこれジャッジいらんな、うん、これみんなで言い合ってたら絶対おもろいの、うん、うん、邪魔やったね、本音でも言うな。いい返し、いい返し。なんで来たんやろな。俺もなんで俺が分からへん。いやでも、実際のとこはね、裏では必要やから。そうやな。結構頑張ってくれてる。裏では必要やから。それでも普通のもんかった。いやー、というわけで、このカード、手に入るんですか？ほんま、これどうやって手に入るのこれ。実はですね、これ。なんと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 メルカリで、ちゃう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 、使用済みカードが6枚セットで。セットで、手垢つけといて。おい、テーマつけとけ、これに。ワイドカードを申請したね、うん、2万3000円となっております、はい、じゃあ今回ね、超会議がネット回線になりましたんで、はい、ノーインパクトミーはちょっと難しいと、はい、ということになりましたんで、ということで別企画、次回リアルイベント格闘技券が当たるバーチャルくじ引きをするそうでございます、やんのイベントやるってこと、だから要するにそのインパクトミー、超インパクトミーがなかったから代わりにやるイベントが、なんと次回リアルイベント確約券が当たるバーチャルくじ引きというわけで開催、そう、開催期間、そう、開催期間計上せよ、おお、4月12日から19日まで、はい、ということでネット上会議の開催期間中1週間、あ、1週間、あ、1週間、もうあとちょっとや、1週間、はい、金額1回500円、はい、500円、安っ、チャンネル抜けたらできる、あほんまや、これ50円やわ、チャンネル抜けたらよ、というわけで今回夏リリース予定の、そう、これ第2弾、そう、リアルイベント確約券って書いてあったでしょ、確約が当たる、なんとですね、アナログゲーム第2弾が出ます、そう、これと同じようにアナログゲームの第2弾が出る、そう、周りテンション低いすぎ、え、ちゃうね、ちゃう、俺聞いたね、え、これは結局どうやって手に入れんの、そう、そう、これはどうやって手に入れんの、いやいやいや、ちょっと、ちょっと、あるのね、しかも聞いてくれ、はい、しかもこのご招待券、イベント券、場所も時間もある、そう、だから、イベントって大体場所と時間がなんか何個か候補あるじゃないですか、そうです、そうです、決めれるっすよ、自分で決めれるのこれ、めっちゃいいや、めっちゃいいや、すごいな、それ、じゃあ自分の自宅でイベントするの、会場と公演時間選べるよ、自由って選べる、バカかお前はよ、お前そんなされたら行かなあかんくなるやろ、イベントの人がせやな、で、この確約券がペアで当たるわけですね、あ、はい、ただ待ってほしい、ペアって書いてるけど一人、そう、あ、まあ友達おらんでもおるもんね、そう、買えないからね、友達はね、どうしてもね、うん、で、あい、さっき宇津先生からあった質問、なんとこのくじですね、ハズレがなくて限定カードでエクストラパックの何か必ずもらえますと、中に、そう、くじ引きはだから当たればこれもらえるわけですな、イベント券もあるけど、こういうカードもエクストラカードも、はいはいはい、そのくじ引きの中に入ってる、え、イベント、え、確約券も、確約券とカードがあと、ね、ごちゃごちゃになって、だから、あ、だから確約券当たる時もあれば、これが当たる時もあると、そう、結構勝負やな、要するにくじ引きする時に、あの、あれ、ほら、某有名なあのコンビニとかでやってるやつと一緒、あ、一番くじみたいな、絶対、なんで言うのお前、ダメですよ、一応あの、権利があるからね、すげえよ、ピー入るから大丈夫、全部、何かしら当たる、そう、なるほどね、何かしら、だから500円無駄に払うってことはない、何かしらは当たる、はい、うん、まあ一応企画内容に関しては変更になる可能性があります、
詳細はね別途また発表いたしますので、うん、少々お待ちください。はい、はい、で最後にあの嘆きが入ってますね。これ嘆き、うん、はい、あのイベント用にあのたくさん発注してたんでいっぱい回してくださいって嘆きが入ってました。はい、要するに数はあるぞってこと。そう、数はあるって、ね、あの安心してください。そうだったね、うん、あ、そうだね、はい、そうだね。というわけで、今回も超インパクトに限定動画イエーイというわけで、おーい、お疲れ様でした皆さん。全然入ってへんよ。さよなら。